まあまあちょっとなんか陰謀論が最近も多いので、ちょどんな人がどんなことを言ってんのかっていうのを、まあちょこっとだけ見たんですね。ほんちょこっとだけですよそしてなんか馬淵さんが言ってるらしいということだったので、まあね、元ウクライナ大使ですしね、私も知らない人ではないので、まあそこで、まあ、馬淵さんが直近で上げてる動画をちょっとだけ見たんですよ全部見たら総合的になんか言えるのかもしれないけど、私がたまたまちょっとだけ見たところで馬淵さんが何を言ってたかというと、このね、まずそのプーチンが悪い、プーチンだけが悪いということもない、ゼレンスキーだけが悪いということもない、それはそうだと思います。絶対善絶対悪、それはないわけですからねで、馬淵さんが言ってたのは、このね、プーチンを悪者にしているやつは、ね、最初に軍事行動を起こしたから悪いと言ってるんだと。そんなこと言ったら、先の大戦、日本が最初に軍事行動を起こしただろうと。日本は誘われて、それこそあの大統領の謀術に引っかかって、日本が、ね、誘われて開戦しちゃったわけだけども、でもそれは正しい開戦だと言ってると。でも今回ウクライナゼレンスキーにね、挑発されて、アメリカに挑発されて、じゃーと言って出てきた、そのプーチンを悪者扱いしてる。じゃあ、ね、最初に軍事行動を起こしたのが悪いというならば、じゃあ、日本の開戦に大義があると言っておきながらね、ロシアのこの今回の戦争に大義がないというのは矛盾するんだっていうのが、馬淵さんがおっしゃってることなんです。ところがですよ、馬淵さんって、もうちょっとちゃんとした人だと私は思ってたんですけどね、もうちょっとびっくりしちゃったんですよ。なぜかというと、まずね、先の大戦の日本には大義がありましたよ、ね、じゃあロシアのこのね、戦争、今始めてる戦争に大義ってあるんですかと、でこれがね、それは日本は日本なりの大義でしょう。でプーチンはプーチンなりの大義なんだけども、その大義がね、西側の人から見た時に、まあまあわかるわかる、プーチンってそう思ってもわかるよね、まあ、僕たちはそう思わないけど彼ならそう思うよねっていう、そういうね、それなりの納得しうる大義なのかという時に、それがないわけですよ。でプーチン大統領はね、2つのことを基本に言ってますよね。1つはね、ソ連の崩壊が間違いだったんだと。ほら、ソ連の時一緒だったじゃんって話ですよね。ウクライナとロシア一緒の国だって、ソ連邦崩壊したらおかしかったんだから、まあ本来ね、同じ国であるべきなんだ。これが一つ。そしてもう一つは、同じ民族じゃないかってわけですよね。だから同じ民族なんだが同じ国っていうわけなんですけど、ここには大きな嘘があるわけですね。例えばね、いいですか、ロシア人とウクライナ人って同じ民族じゃないですからね。はい。文化も違うし、言葉も違うんですよ。だって本当に同じ民族だったら、なんでロシア語喋ってないんですか。はい。ウクライナ語喋っててもロシアの人はもうほとんど分かんないですからね。逆もしかりですよ。まあ大体違いで言うと、英語とフランス語とか、その英語とドイツ語ぐらいの違いがあるわけですから、なこと言ったらドイツ人とイギリス人が同じ民族みたいな話になっちゃいますからね。だからまずね、同じ民族だったら同じ言語喋ってなきゃおかしいんですよ。だってね、ほら、ロシア語と、まあ、ロシア、そうですね、ロシア語と、ウクライナ語ですけども、この文法の差が大体何年ぐらい分断がないと生じないのかっていうのは、これは言語学上これ計算ができるんですよね。で、それはほら、僕が天皇の国史でやりましたけども、日本語と韓国語の違いっていうのがあって、文法は一緒だと。はい。それで、単語が違うと。で、これはもう7000年以上、分断されてなければ、この際は生じないってわけですね。だからお互い喋ってて、ほぼ何言ってるか分かんないってことになると、1000年や2000年ぐらい前の分断では、そこまで言語の開きって起きないんですよ。だからもう7000年1万年それだけの分断がなければ、これだけの、ね、言語の開きって起きないはずなんですよね。ですから数百年前まで一緒みたいなことだったら、お互い言ってて理解できない、そこまで言語が分かれないんですよ。だからもう言語学的に言っても、そもそも同じ民族じゃない、別言語なんですね。別言語なのに同じ民族だって言ってること自体が学問的に間違ってるわけです。で、そもそもね、ソ連が崩壊したのが誤りだって言うけど、そもそも
ソ連ができてウクライナがソ連邦の一部になってること自体歴史的におかしいんですよ。これソ連軍がね、だからね、ほら、中国と一緒で、共産党軍が軍ガンガン行ってウイグルだチベットだどんどんね関係ないとこまで軍事占領したわけでしょ。それをやって作ったのがソ連ですからね。ソ連崩壊のことを言うんだと、じゃあソ連ができるとできた時なぜウクライナがソ連邦に入ったのか、ね、その時にソ連軍がギャンギャン攻めていったわけですから、まあ、ソ連軍というかね、あの共産党軍ですよ、が攻めていったわけですから、でそのことを語らずにですね、ソ連邦の崩壊だけ言うのもこれもおかしい。まずこれがですね、馬淵さんが言ってることがおかしいなと思った1点目。もう1点あります。で馬淵さんって外交官ですよね、元国際法とかご存知だと思うんですけどね。ここは決定的に馬淵さんが間違っているのは、当時、ね、先の大戦で日本が開戦した当時の国際法と現在の国際法は違うんですよ。いや外交官だから知ってると思うんですけどね。はい、日本はね合法的に戦争を始めました。まあちょっとね、宣戦布告が遅れたという手続きのね、ミスはあったんですけども、当時は戦争することは、認められていたんですね。戦争することは合法だったわけですよ。ですからあくまでも、だって昭和天皇の開戦の御事乗りにもね、国際法を遵守してというお気持ちが書かれてますよね。ですからあの時日本は合法的に真珠湾攻撃したわけですね。当時、戦争を仕掛けることは合法だったんですよ。ところが、先の大戦が終了した後、国際連合が発足した。この時に 国連憲章が作られますよね。でその時に全ての戦争が違法化されたんです。防衛戦争も違法になったんです。ただ国連軍が来るまでの間は防衛戦争はしてていいっていうことになったんですけど、基本的には全ての戦争が違法化されたんですね。そして力による現状変更は国際法違反になったんですよ。だから今やってるね、プーチンがやってる行為は力による現状変更で、これはね違法な行為なんですね。いやいやいや、こんなものね、真珠湾攻撃と一緒にされちゃ困るんですよ。全然違うから。真珠湾攻撃は合法的に開戦したんです、ね、このプーチンのウクライナ侵攻は違法バリバリですからね。これを一緒にしないでいただきたい。まあ馬淵さんのようなねプロの外交官ですから当然そんなことご存知ですよね。ご存知なのになんでそういうことを言うんでしょうか。周りの人を騙してまで一体何を主張しようとされているのか。知らないって言うんだったら、そんな外交官で国際法の基礎の基礎を知らないってことはありえないですからね。知ってると思うんですよ。知っててなぜそんな嘘をつくんでしょうか。いいですか、プーチンのウクライナ侵攻と日本軍のね真珠湾攻撃を一緒にしないでいただきたい。全然違いますから。そうですよね。ですからまあ残念ですけど、最近馬淵さんが言ってることはなんかボロボロですよ。すいません、私ちょっとそこしか見てないからなんとか言えない。あとは素晴らしいのかもしれない。ごめんなさい、私が見たのそこだけだったんで、だからプーチンを批判している人は日本の真珠湾攻撃も批判しないと矛盾が生じるってことをおっしゃってた。そこしか見てなかったからね。すいませんね、あとは素晴らしいこと言ってるかもしれませんけど、たまたま私が見たのがそこだったので、そこは本当にひどいこと言ってるなと思って、事実と違いますし、事実認識も甚だしい、事実認識の誤認も甚だしいですし、まあ、元外交官のねお考えとしては本来ありえない、めちゃくちゃな論法だなと、本当にひどい論法だなと思いましたので、まあ、そこだけはですね、申し上げようと思いました。馬淵さんってそんな変な人だった？結構ちゃんとしてませんでした？ねえ、なんか DS に絡め取られちゃった感じ、なんか変な宗教に持ってかれちゃった感じかしらね。だって根拠ないのに信じてるとこ宗教ですからね、これ。いや根拠があるならいいんですよ、ないんだからね。なんか誰かが馬淵さんに DS って誰か一人でも名前知ってるんですかって聞いたら馬淵さんが切れちゃったって話を聞いたんですけど、本当ですか？そうですよね。あ、そう。
うん、何があったんですかね。私はね本当に立派なまともな方だなと思っていたので大変残念ですね。だからもう本当マジで DS は任天堂だけにしていただきたいんですよ。まあこれねアメリカの大統領選後からの頃からぐわーっとなってますからね、 Q アノンとかなんとかで来てますから、であれに乗っかっちゃった人でもさすがに今回は乗っかってないでしょ普通は。一緒に乗っかっちゃったらただのバカだよ本当に。だって Q アノンに乗っちゃった人でも今回はねさすがにないだろうと思ってますよ。やばいよ。だから陰謀論だから根拠がねあるのかないのかって話だから、根拠があればさどんなめちゃくちゃな話だって根拠さえあればそれはね、論評に値しますよ。根拠のない話はそもそも論評に値しないのよ。こんな私がいちいち反論する必要もないのよ。だって根拠ない話なんだから向こうは。こんなのいちだからもう何ていうのか程度が低すぎて私も反論もして触れても来なかったんですけど、さすがに最近ちょっと多いなと思って一応念のためちょっと見てみたんですよ、馬淵さんの。ちょっとそれ聞いてもうあーと思ってもう寝ちゃったんですね。1時間ぐらい聞くつもりでかけたんですけど、そこ聞いてあーと思ってもう寝ちゃったんですいません、ごめんなさい、寝落ちしちゃったんで、もう10分か15分ぐらい20分ぐらいしか聞いてなかったんですけどもね、すいませんね、私がたまたま聞いたところですからね。はい、だから基本的にはもうあのね、もう陰謀論は論評するに値しない、根拠があって出てきたら初めてね、その根拠を信じられるかどうかぐらいは言えますけどね。はい、そうです。いやでもなんかすごいうちのチャンネル穏やかね。これ普通に言うと多分炎上する系じゃないのこの話。武田はあね、なんか若手ないみたいな、これでうわーってなりそうじゃないですか。はい。